えー、本日は6月16日、朝5時12分ですえ今日はですね <laughs> えと、農薬化学肥料不使用の田んぼの、えー、草取りを,をやります。で今までは YS ウィーラーをやってたんですが、そのおかげで、ある程度草が生えてなかったんですけれども、どうしても浅いところにですね、ちょっともうあの、なぎが生え始めまして。 粉じかとかオ,オモナカとかですね、まあ、あの浅いところにちょっと草があの見えてきましたんでこれはもう YS ウィダーでは取れないし生えてないところはあ全然ないんで、えー、ということでこの生えてるところを、まあ、あのタグル車を押していこうという形で、えー、やっていきますではスタートしましょう。うん 今回は、まあ、茶飯事でですね、まあ、草刈りじゃなくて草取りをやっておりますけれども、まあ、なぜ草取りにしたかと言いますと、田んぼの中の雑草はですね、なかなかあの、大きくなると非常に厄介になるんですね。で、今回この長坂の方の田んぼは、まあ、YS ウィダーをやってたんですけれども、こっちの小さい方は、ちょっと水がですね、 えー、ちょっと少なくなった部分が結構ですね雑草がやっぱりあの多くなってしまったんでこれ放っとくとですねなかなかあまあ大変になってしまいますのでこの小さいうちにですね、まあ、よくあの若い芽を摘むとかまあそういったあの言葉がありますけれどもまさにあのそういう言葉がですね この,あの農業をやってると本当にそう思ってましてあの成長するともう根っこも張ってですね引っこ抜くのが大変になるんですけれども今のうちだと本当にこの田車で埋めるだけでねあの防げますんでまあ,あの優先的にやろうということで、まあ、草取りにしました草刈りやってあの昼間にね草取りっていうことも考えてたんですけれどもなかなか3人の時間が合わなかったりとかですね 私もあの、農飯期過ぎたらですね、ちょっとこう農業以外の仕事の依頼も来るようになりまして、えー、まあ、なかなかね、まとまった時間が取れるのがこの早朝だけという形になりましたので、まあ、このような形で、えー、やっております、えー。そもそもですね、まあ、田んぼの草取りを、まあ、な、なぜやるかと言いますと、これあの、草がですね、ほっとくとですね、本当にもう、ぼうぼうに生えてきてですね、 イネの生育がかかなり脅かされま,すまあ私もですねもう今13年目に入っておりますけれども、まあ、無農薬の、えーまあ、お米作りっていうのは、まあ、部分的にはですね毎年やってまして、まあ、本当にあの苦労してきましたこの草との戦いはですねそれで、まあ、初めてやった年なんかはもう冷えがものすごい生えてですね稲よりも背が高くなってですね で、もう、大変な。もう、しかも、冷えっていうのは途中まで家と、稲と見分けがつけにくいので、本当にもう、えー、厄介なんですね。で、片道ですね。あの、手で取ってですね、片道2時間ぐらいかかってですね、あの、手が届く範囲だから、まあ、5列ぐらいを、あの、行った。 っていうまあそのた1個の田んぼでですねそういったこともありましてこれってなんか新幹線に乗ったらあの東京から名古屋ぐらいまで行けるなみたいなそんな風に思ったこともあるんですけれどもそれほどまでにあの草っていうのは田んぼで生やして放置するとですね大変なことになりますもちろんあの稲の生育が阻害されますので 収穫量が減りますし、まあいいこと全然ないですね。しかも来年以降に種を田んぼに落とされるとですね、より草が増えてしまって、もう悪循環になってしまいますので、草っていうのは本当にもう早いうちに取っておくと。この本当6月の下旬までですね、だいたい7月ぐらいまで入ったらですね、もうあの大丈夫になるんですけれども、 まあ今の段階でかなり草が抑えられてますので、えっと、非常にですね、まあ今年は去年よりもさらに良くなるんじゃないかなとは思うんですけれども、本当に大変です。で、私が、あの、個人的に草取りをやってて思う、まあ三大、えー、まあ田んぼの雑草っていうのがですね、まあヒエ、コナギ、オモダカですね。で、ヒエっていうのはですね、比較的初期段階で深水にして、 で、まあ y s ビダーみたいな感じで、まあ田んぼの草取りをですね、まあこまめにやっておくと、まあほぼ、おまあ被害はなくなります。えー、なので、まあ私もですね、その最初の年はかなり苦労されました、させられましたけれども、まあしばらく経ってからは、もう、冷えはね、ほとんど克服、まあ簡単にできるようになりました。えー、その次に立ちはだかるのは、ダカですね。このダカっていうのはですね、 もう地面にびっしり生えてきてきですね非常にもうダカが反茂すると本当に稲がもうひょろーっとしてあの高のじゅの絨毯の中に稲が立ってるみたいなですね、まあ、非常にあの大変な状態になりますですがこれもですね YS ウィーダーをやることで、えー、かなり克服できましたしまあ YS ウィーダーやってなかった時もル車をですね まあ定期的にその2週間に1回ぐらいちゃんとですね、えー、押すことができれば、あの、まあ、なんとか、克服ができたわけです。えー、で、ただ、田車はですね、えー、YS ビーダーを使わなかったら、あの、やっぱり2週間に1回を、まあ、2、3回は田んぼに入ってやらないといけないんですが、今回は、 YS、えっと、ビダーを最初の方でやってましたんでおそらくこの田車は、えー、この1回で済めばですねかなりの省力化になるなというふうに、えー、思っております。そしてダ高なんですけれどもこれがですね非常に厄介でですねダ高にはあの芋がついてて海景といってのあの根っこの先っぽに玉ができるんですがこの玉があるとですね土の中に埋めてもですね復活する可能性があるわけですね。 なので、この玉をですね、なんとか、取り除くということで、去年はね、田んぼに入って全部引っこ抜いていったわけです。で、いろいろインターネットを調べますと、このダカの対策にはですね、秋に幸運するっていうのも結構効果があるということで、幸運してですね、そのダカの海計を表層に出して乾燥させるとですね、えー、そのダカの方が死んでしまうということで、この、 実はあの冬に雪が降らないところだと秋に一回幸運してさらに冬にも幸運して田んぼを乾かすとですねかなり桃高っていうのは減らせるようなんですが我々のところはあいにくですね冬は雪が積もってしまいますのでなかなかですねそこが難しいわけですただですね今年は秋稲刈り終わって脱穀まあはざここはざかけしますんで脱穀が終わったらですね速やかにあの トラクターがけをすするとですね、ある程度天気のいいまだ10月前半の間に、えーまあ、トラクターで幸運して、えー、乾かすとだいぶね桃高も減らせると思いますしやはり去年桃、えっと、高のですね、えっとまあ、引っこ抜いていたんでですね今年は去年よりは桃高が少ないように、えー、感じておりますなのでだいぶですね克服できてきてるんじゃないかなと思いますはい。 なのでこの3大雑草をですね克服すればですねだいぶ、えー、無農薬栽培がまあ何というかうまくできるようになってくるなという実感を、まあ、しているところです。まあ本当毎年毎年ね進化していかに時間を最低限しかかけずにこの田んぼの草取りができるかどうかというのが、えー、結構ポイントになります。 本当、初めての年はですね、えー、都会からあの、一緒に草取りを体験しに来た人と一緒にやってたら、その都会の人が農薬万歳とかって言ってまして、本当無農薬栽培っていうのはですね、本当に大変なわけですね。えー、この後ですね、ちょっとあの、草取りのコツをですね、えー、説明したいと思います。はい、じゃあちょっと草刈りの手元でちょっと様子を解説したいと思います。 今ここら辺にちょっと草が少しありますが、こもうこ,こまでになると YS ウィーダーで取り切れない状態になるので、この田車を使います。そしてこの田車を使う際に、ちょうどこのぬかるみ具合がですね、ちょうどいいとですね、こういうふうにやると、この稲の株元に泥がこう覆いかぶさってですね、すごくあの効率的に、その、普通この稲の間に、 残っちゃうんで、こういうのは、こう足で、こう、ぬるっとこう取ってですね、埋めちゃいます。こうやると、この、除草機で届かない、えー、まあ、株間ですね。株間を、まあ、あの、取ることができます。まあ、その代わり速度が遅くなるんですけど、えー、縦と横にやるよりは、まあ、その都度できるんで、まあ、いいかなと思いますし、 あの、手植えをして均等になってないと縦横ってなかなか難しいんで、特に一連のだと、あの、タウ駅で植えたやつでも縦と横できるかもしれませんが、この三連のやつだと幅が一緒じゃないとできないんで、基本的にタウ機で植えると、あの、我々の持ってるタウ機だと、あの、縦横はできないんですね、はい。で、ちょっと残ったやつは、えー、こうやります。で、前の日の、前の日のうちにですね、 田んぼの水を抜いておくと、まあ、これぐらいのドロドロ加減になるんでその時にこうやってやると、はい、この辺の道路加減だとかなりあのいいですね株場の、えー、草が泥で埋まってあの消えていってしまいますでちょっと残ったやつはこうやって足で鳴、えー、らします、はい こうすると結構ね、効率よく草刈り、草刈りじゃない、草取りができます。YS ウィダーをやった上で、かなり草を減らしておいて、そして今このタイミングで、去年はですね、これよりちょっと後に手でも草をバーっと取ってたんですけど、このタイミングで一回この田車入れとくと、かなりえ手で、あの、何時間もかけて、 田んぼを一周回るよよりは効率よく取れます草がちっちゃいうちだと泥の中に埋めちゃえばねもうあの草が死んでしまいますんでえ草が大きくなると歯車でも取りきれなくなって手で引っこ抜かないといけないと、えー、そうするとかなり大変になりますはいまあ草取りは労力かかりますけどそれでも最小限の労力に抑えるために えー、今年はちょっとね、やり方を少し変えてみました。まあ、毎年進化というか、勉強ですね。はい、えー。で、最初の方はですね、代表的な三大、えー、田んぼの雑草、まあ、苦しめられる田んぼの雑草、ヒエ、小薙、桃高を、まあ、説明させていただきましたけれども、まあ、それ以外にもね、いくつかあるんですが、特にまあ、この辺の田んぼで、まあ、たまに見るなっていうのが、黒具合。 ですねまあ、この細いやつでこれもね海景があるんでまあほ、えーししまあ、他にもなんかあるようなんですがまあ私がまあよく目にするのはこの4つぐらいでしかもその黒具合に関してはまあそれほど大したあの被害もないかなというふうに思っております。まあ、えー、そんなことでですね、まあ、田んぼの草取りに関してですね いいろろと、まあ、お話をしてきたわけけですけれども、まあ、なかなかねこれ都会に住んでいる人であったりとか、まあ、農業をやってる人でももしかしたら、まあ、稲作やってる人でももしかしたら除草剤をねもう使う作り方しかし,してないよっていう人はわからない、えー、ことかもしれないんですけれどもこの草取り本当あの私もね昔はあの本当に、えー、容量が悪かった頃は 朝5時ぐらいから起きてもう昼休みもなく、えー、ず,ずっと続けて気づいたら昼の2時になってたっていうことで、えー、678910111212とあの9時間連続でねもう田んぼの中でひたすら草取りをしてたなんてこともありましてですね、えー、それが、えー、だいぶ短縮される、まあ、技術というかねあの草の適期に、えー、必要なことをやるということをやるだけでですね だいぶ時間が短縮されますんでですねあのこれは本当にもう1シーズンでもう100時間ぐらい草取りやってたんじゃないかみたいなね、えー、時もありましたけれども本当にだいぶあの短縮されるようになったなというふうに思っていますはい、えー、草を埋め込んだ後の田んぼの様子はこういう格好になってますでこれからガス抜きも兼ねてこちらと あちらの田んぼは、えー、このまま水を入れずに乾かそうと思いますその後と、えー、溝切りとかして無事ですねあのもうこれで草取り終わりになればいいなと思ってますが、まあ、ちょっとどうなるかはまあ実際のところは分かんないけど一応狙いとしてはもうこれで終わりにしたいと思ってます <laughs>、はい、じゃあお疲れ様でしたお疲れ様でした、うんはい、いかがでしたでしょうか、えー、順調に進んだと思います <laughs> <laughs> で今後またもう一回必要なければ 嬉しいです。これ終わってくれることお願いします。以上です。えっと YF エラーの効果なのか、言うほど元の草の量があんまり多いなと感じなかったんで、えー、まあ、作業としても比較的、えー、楽だったのかなと思いますし、やっぱりこの人数がいるのはいいなと思いました。はい。はい、えー。去年はですね、あのー、まあ、動画も編集したんであれなんですけど、も何日かかけてここ。<laughs> 手でこうやってあの、しかもあと小泉さんもいて4人でね、うん、やってすごい大変だったんですが今回これで終わらせることができたらその草取りのねわれわれの管理の効率化がですね一歩はかれたということで去年より成長につながると思いますんでこの後また経過を見ていきたいと思います。えー、ということでどうもありがとうございました。いいや、だいぶ早く終わりましたね。 俺9時ぐらいまでかかるかなと思ったんですけど。